皆さんこんにちは、海野和夫です。今日はマレーシアの美しいセミについてのお話です。これはですね、ホワイトシカーダなんて呼ばれているセミですね。白いセミなんです。このセミは割と低いところに、標高の低いところにいて、南東なんかでも見ることができます。ジャングルの中に行くとさらにいろいろなセミがいます。このセミはですね、マレーゼミとかアオネゼミと呼ばれるセミなんですけれども、目が赤くてなんか毒々しい色してますね。もしかしたら毒があるのかもしれません。マレーゼミの鳴き声を聞いてください。高島くん、セミセミ。そしてこれはシカダフェスティバと呼ばれるセミで、まあフェスティバル、そういうお祭りみたいなセミですね。これも大変に美しいセミです。これもおそらく毒があります。